続いて5番伊藤和子君。5番伊藤です。5番お願いします。5番伊藤和子でございます。私は先に通告いたしましたように第9次総合計画の進捗状況について町長にお伺いさせていただきます。森町では第9次総合計画が作成されてから2年目を迎えております。総合計画は町の方向性を描いた町づくりの指針となるものであり、目指すべき町の将来像を実現するために何に取り組んでいくのか、また閉鎖報告等を町民に知らせることが大事であると考えます。また総合計画は当初作成された年代と目まぐるしく変化していく社会にそぐわない事業、各種制度の改正など時代の変化とともに対応できる施策の見直しも必要になってくると考えます。そのような中で今後は総合計画の進行管理をしっかりと行い、実行していく中で役場職員全員が総合計画を常に意識できるような取り組みが必要になってくるのではないでしょうか。また今後の森町の少子高齢化問題、人口減少に対して今最優先しなければならない重要課題は何なのかを明確にすることも必要になってまいります。財源が厳しい中、思うように実行できない事業に対してはどのような計画が実施されていくのか危惧しているところでございます。以上のことから3点町長にお伺いさせていただきます。1点目に第9次総合計画の進捗状況と課題について、2点目に総合計画の進行管理等については役場職員の意識の向上に向けての指導が必要になってくるのではと考えますが、町長はどのようにお考えになっていらっしゃるのか。3点目に先月11月14日15日の森町議会第1第2常任委員会の所管事の調査には町長も同行されました。小山町役場では担当職員から町長戦略課の組織体制と業務内容、総合計画と首長マニフェストの関連性についての説明を受けました。先ほどの午前中に行われました委員長報告にもございましたように、大変学ぶことも多く有意義な研修でございました。町長のご感想もお伺いいたします。町長です。伊藤議員の第9次総合計画の進捗状況等についてお答えいたします。1点目の第9次総合計画の進捗状況と課題についてですが、議員ご承知の通り第9次総合計画は将来像である、住む人も訪れる人も心和らぐ森町を実現するため、
平成28年度から10年間の町づくりの中長期的な指針となる町の最上位計画として策定されたものでございます。はじめに進捗状況につきましては、9月議会全員協議会でご報告をさせていただいた通りでございますが、改めて申し上げますと、総合計画には施策の基本方向に対して199の主な事業と31の目標指標があり、平成29年度の主な事業と目標指標につきまして進行管理状況の評価を行いました。199の主な事業につきましては、 S 計画以上に進捗した、 A 計画通り進捗した、 B おおむね計画通りに進捗した、 C 計画通り進捗しなかったの4段階で評価を行っております。このうち C の評価につきましては、10年間の計画の中で実施していく事業であるため未着手を含む評価となっております。事業評価の結果といたしましては、 S が 2% の4事業、 A が 60% の120事業、 B が 33% の66事業、 C が 5% の9事業となっております。31の目標指標につきましては、総合計画をより効果的に進めることができるよう、数値について5年後、10年後の目標値を掲げてあるもので、具体的な例を申し上げますと、総合体育館の利用者数や新東名の森垣内インターチェンジ及び遠州森町スマートインターチェンジの通行量などでございます。平成29年度の実績値につきましては、先ほども申し上げましたように9月の全員協議会においてご報告させていただいたところです。またただいま申し上げました評価につきましては、町のホームページにおいても内容を公開し、どなたでも閲覧できるよう広く興味を向けて発信しております。次に課題ということでございますが、議員ご案内のように財源が厳しい中、思うように実行できない事業もございます。また先ほどもご説明させていただきましたように、総合計画は10年間の計画でございますので、計画以上に進捗する事業もあれば、社会情勢の変化等により計画通りに進んでいかない事業もあろうかと思います。そうした事業につきましては、多様な事業手法を検討するなど、より調査研究を進め事業に取り組んでいきたいと考えております。2点目の職員の総合計画に対しての意識の向上が必要と考えるについてもございます。総合計画の策定につきましては、町内の職員で構成される総合計画策定委員会をはじめとして職員一丸となって取り組んでまいりました。今回策定した第9次総合計画森町総合計画書を職員全員に配布し、あらゆる場面において参考資料とするよう指示しているところでございます。また新人職員の研修におきましても、総合計画の内容について説明する時間を設けており、常に計画に沿った業務を意識するよう周知しております。加えて、先日職員向けに実施いたしました平成31年度当初予算編成実務者会議におきましても、総合計画書を持参の上、計画に沿った予算要求を行うよう説明をいたしました。その他、1点目にご説明をいたしました計画の進捗管理につきましても、計画の実効性を担保するため、計画に掲載されている事業の進行管理を適切に実施するための仕組みとして、各課に職場進行管理者として計画を管理する職員を置き、担当者と連携を密にしながら、各課における進捗状況を管理しているところでございます。以上申し上げましたとおり、さまざまな機会を捉え、職員の第9次森町総合計画に対する意識向上に努めているところでございます。今後も職員と団体、企業を含む町民とがお互いに役割を分担し、協力しながら総合計画の実現に向けて進めてまいりたいと考えております。3点目の小山町での研修を受けた感想についてでありますけれども、あくまでも私の感想として述べさせていただきますが、町長戦略課の内容についての感想ということでございますので、この中で小山町の最大の課題は何かというと、平成23年4月に
向こう10年にわたる第4次小山町総合計画が策定され、その後ですね、町長選挙が行われ、平成23年6月に小宮山氏が新町長に就任、町長が、新町長がですね、選挙戦で掲げたマニフェストが総合計画に総合でなければ実行できない、ここの不一致というものが、町長マニフェストと総合計画の関連性の欠如、首長任期と計画策定とのずれというものが小山町にとって最大の課題であったというように認識をしております。翻って森町ではどうであるかと言いますと、平成28年3月10日に私が新町長として就任をいたしました。森町の第8次森町総合計画はその計画期間を平成18年度から平成27年度としております。そして、それに続く、第9次森町総合計画につきましては、策定委員会が平成28年5月10日に、第1回の委員会を開催し、森町総合計画審議会が平成28年6月30日に、第1回を開催しております。というような意味から、私が就任後に新たな総合計画の策定に向けて動き出しているわけです。この中では、この総合計画の策定していく中にはですね、私が講演会活動や町長選挙で訴えてきた町づくりの考え方、姿勢、またマニフェストをもとに、その中になお町民の意見を取り入れた総合計画を策定しております。そして先ほども申し上げましたように、毎年 BDS サイクルを回しながら、そして今後必要に応じて修正や変更も加えていくと、そのように考えております。でございますので、小山町には小山町の課題に即した形で町長戦略課を設置をしたということでございます。小山町の町長戦略課は、町長とともに常に町政全般に目を配っている組織であるということがありますので、そういった組織があるということは大変素晴らしいことだと思います。しかしながら、森町で同様にこのような組織が、新たな課を設けることができるかといえば、現状ですね、例えば職員数を申し上げれば、小山町では正規職員が232人、対しまして森町では、病院職員を除けば165人ということでございますので、こういったギリギリの職員数の中で、事業を回している上では、新たな課を設けるということは大変困難なことであると思います。しかしながら、森町では企画財政課がこの総合計画の進行管理を行っておりまして、現状では総合計画の進行管理を行うために新たに課を新設する必要はないと、そのように考えています。委員長は5番伊藤和子。ただいま総合計画の進捗状況と課題について、また職員の総合計画に対しての意識の向上について、もう一つ町長のご感想についてそれぞれご回答をいただいたわけですけれども、やはり役場職に対する総合計画の意識の向上につきましては、各部署で評価と改善に向けて定期的に協議していくことが非常に大切なのではと思っております。職員全員がご自分の部署だけではなく、各部署がそれぞれどのくらい事業が進んで実施されているのか、一人一人が把握して総合計画を常に意識していくことは、職員の方々にとりましても士気を高め、そのような態度が職員全員のその意気込みが町民の皆様にも伝わっているのではないでしょうか。小山町では総合計画は生き物であるという感覚を持つ、このようなお話をされました。躍動する
小山町の計画内容が1年前と全く一緒だなんてありえない。ましてや5年間一緒だなんてもっとありえない。よって総合計画の基本計画は毎年更新し、改定版として毎年作成しているということでございました。担当課の職員が説明してくださっている顔の表情はきっと自信に満ち溢れておりました。総合計画を職員が常に意識していくことは、町長と職員の一体感が生まれ、より密接に良い関係が生まれ、町がもっと活気づいてくるのではないでしょうか。私は程よい町長と職員との緊張感が流れ、町長と職員が同じ方向性を持ち、今以上に良い関係を築いていただきたいと、そのように思っております。小山町の行政視察では、町内を町長もご一緒にバスで視察させていただきました。内陸ロンティアの8部の推進区域が全て計画的に実施され、10年先、20年先を見据えて危機感を持って人口減少問題に取り組んでいる姿を見まして、森町も小山町のような事業までは難しいかもしれませんが、少子高齢化社会に対応できる事業の計画を早急に進めていかなければならないと、そのように強く感じました。私は第9次総合計画の審議会委員でもありました。何度も意見を言わせていただくことができましたことに感謝をしております。質問の一つに、森町は今後何に一番力を入れていくのですか、そんな質問をさせていただきました。その時の担当職員の方は、情報発信ですとおっしゃいました。総合計画の中で少子高齢化に立ち向かうための重要政策として情報発信を掲げたわけですが、2年経った中で町長としてこの情報発信に対しての取り組みの意欲と、今後どのような計画をお持ちなのか再質問とさせていただきます。はい、委員長。どうぞ、梅田総合。情報発信について、これまでの評価と、それからこれからの取り組みをどのようにするかという再質問でございますので、お答えさせていただきますが、情報発信というものは、発信する側と受信する側があって初めて成り立つものだと思いますが、我々は発信する側として発信をさせていただいております。それが受信される方にどのように届いているかと、十分に届いているかということの検証につきましては、なかなか難しいことでありますけれども、そこを確認していかなければ、その効果というものはなかなか測定できないのではないかと考えております。これまでにですね、情報発信として取り組んだものとして、一つは、森町チャットメールの取り扱いを開始したこと、こちらについて、現在の受信契約者がどのぐらいかということは、今手元にはございませんが、徐々に増えつつあると思っております。また、直接行政が、町がやっていることではありませんが、森町観光協会におけるホームページの作成、また、SNS での発信等も行っておりますし、あとそういった、形以外の情報発信としては、東京都江東区に出かけていっての江東区民祭りへの参加、東京における
森町の情報発信、まあ、そのようなことも行っておりますし、江東区に限らず、チャンスがあればいろいろなところで、情報発信をさせていただいております。そして、まあ、これらが、現在十分かと言われれば、まあ、情報発信というものは限りもないものだと思いますので、可能性があればどん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 それは、進めてまいりたいと思っております。そして現在、考えている、計画している情報発信としましては、9月議会で補正予算を認めいただきましたけれども、森町の新たな魅力創出事業としてアクティブ森を、まあ舞台として新たな情報発信を計画をしているところでございます。まだ具体的に目に見える形で事業が進んでいるわけではありませんが、現在着実に準備を進めながら、これまでにない森町としての情報発信を行ってまいりたいと考えております。議長5番。5番伊藤和子君。再質問でのお回答をいただきました。それでは最後の質問をさせていただきます。小山町の町長は内陸フロンティアの地区を推進区域とし、すべて実行し、内陸フロンティア構想は100年に一度のチャンスとして捉え、このチャンスを逃してはいけない、そんな思いで決断をされたわけですが、このように大きな事業に取り組むためには、やはり専門的な知識を持った職員が必要になってくるということで、国や県から優秀な人材を引っ張ってきました。現在、県の税務課長でいらっしゃる方を小山町に引っ張ってきまして、スーパー公務員として手腕を発揮してくださっているということです。町の職員には限界があるということで、小山町のようにここぞという時には国や県から優秀な人材を引っ張ってくるということも大事であると教えていただきました。今後の森町はどうやって財政力を高めていくんでしょうか。財源が厳しい中で大きな事業に取り組むときはどのように対応されていくのでしょうか。必要に応じて町の発展に大いに寄与していただける、このような職員を国や県から引っ張ってくるというような考えも今後持たなくてはいけない時期も来るのではないでしょうか。町長はこのようなお考えについてどのようにお考えをお持ちでしょうか。はい、議長。町長、大谷総君。質問の確認をさせていただきたいと思うんですが、今後大きな事業を行うときに、どのようにその財政を賄うのか、まあ、財政力をどうつけていくのかということなのか、人材の登用ということなのか、すみません。はい。まあ、小山町での事例をお聞きいたしました。まあ、私もその場におりましたので、お聞きをしております。まあ、確かに優秀な人材を招いて、森町のために働いていただく。それは、非常に、効果的なことであろうかと思います。では現在ですね、森町で、そういった外部から、人材を招いて、取り組むべき事業があるかといえば、現在は、町の職員で対応できるものと考えておりますので、今後ですね、当然そういった人材も当てがなければ、やみくもに探すわけにもまいりませんので、そういったことも視野に入れながら、今後事業を進めていく上で必要となれば、そのような人材を、まあ、採用といいますか、
公表していくことも必要ではないかと、それで考えます。了解です。